台風15号による千葉県を中心とした大規模停電で、東京電力は全面復旧は明日以降になると明らかにしました。えー、1週間はかからない見通しだということです。千葉県では昨日午後10時の時点で依然としておよそ38万6000戸が停電。最新情報によりますと、6時4分現在ですね、千葉での停電件数は34万3700件です。そして断水も2万件ありまして、 市民生活へのこの影響というのが長期化しています茨城神奈川静岡3県の停電こちらは解消されています東京電力によると今回の停電台風によるものとしては個数期間とも東京電力として過去最大級です、うん、他の電力会社から応援を受けて復旧に当たっていますが現地で実際の被害を確認したところ山間部の電柱などに想定よりも激しい損傷が見つかり復旧が進まなかったと ということなんですねこの千葉県に依然続いている停電、改めて藤井さん、いかがでしょう。これはね、えー、去年の台風24号でも、はい、同じような被害があったんですけどね、えーはい、台風が来ると強い風で、強い風で電柱が倒れると、で停電になるということなんですけど、はい、やっぱりこの電柱というシステムが、 電柱による電線というシステムが非常に脆弱なんですよね。はいはい、で、あの、エネルギーシステムの強靭化なんてことを政府で我々、あの、やってるわけですけれども、えー、その視点から言うとね、もう、電柱があるということ自体がもう問題なんですよ。はあはあ、だから本来は、電柱というのは地中化すべきなんですよね。で、あの、諸外国、先進諸国はですね、電柱というものが地中化されているのは、半ばスタンダードに。 なっててですね、はあええ、あの、途上国のシステムなんですよ。どっちかというと、フィリピンとか、うんええ、タイとか、はい、そういうね、東南アジアでは電線を使うのは、まあ、貧乏だからしょうがないというところあるんですけど、はあええ、日本は、お金持ちの国家なのに、こんだけ電柱を使ってしまっているのはなんでかっていうと、はいええ、そもそもが、民間企業なんですよ。はい あの、東電さんにしても関電さんにしても。えー、だからやっぱり彼らその経費節減のね、圧力をずっとかけざるを得ないところがあって、うん、諸外国のように公費ーーを湯水のように使えるという状況にはなかった。えー、まあそんな中で電柱で、えー、経費を浮かして、うん で、その他のところに回していくというのが民間企業としての被害としてそういうところがあったので、ええ、我々ずっとこの電柱地中化のためにどうしたらいいかという議論をもうこの安倍内閣になってから僕政府に入ってそこずっとやってたんですけど、残念ながら2年連続でこんなことになってしまってね。うんはいええ いや本当に電柱システムっていうのは、早くなくして先進国レベルにしていかなあかんなと、改めて思いまね,ですね東京電力がこの送電関連の設備投資を抑制したことによって、電柱の老朽化が進み、倒壊を増やしたという指摘もあるということなんですね。すうん、千葉県で断水続いているのは、であの停電によって浄水施設などが稼働できなくなったと、うんうん、あと、井戸水のご家庭もあるかと思うんで、それもあの電気のよりポンプで汲み上げますから、うん、まあこれも組み上げられない。うん 千葉県昨日も気温が30度を超えて熱中症とみられる症状で午後4時までに48人が搬送されています。えー、まあこれ 国も早い、休養が待たれる。で、これか、あの、ご家庭もちろん、あの、大変な思いされている方、まだ34万3700件いらっしゃるわけですけれども、それ以外にも、例えばその、養豚場だとか、あと養鶏場だとかも大型ファン、ね、これが止まってますし、これで熱に弱い鶏だとか、豚もですね、弱ったりもう死んだりしてると、さらに、鶏だと、この鶏卵を運ぶベルトコンベアも電気ですから、 ね、まあこれも動いてないので、うん、もうすでに卵の値上がりが始まってるということなんですよね。うん、まあいろいろ、あとはそのまた生活に戻りますと、氷も結構欲してる方が多く、うん、まあこれは、うん、あ,あのー、ね、冷たいものというよりは、子供が熱を出しただとか、あとあの、ご高齢の方がやはりこの体調崩して氷枕に入れたいんだっていう、うん、まあこういうこのもの、あとはお風呂ですよね。 そうです、ね、ええー、まあ、あの水道が止まるってことは、今、水洗トイレですから、うもうこのトイレもままならないという状況も続いてますし、要するに、われわれの近代国家、はい、の現代文明社会っていうのは、いろんなものがありますけれども、その一番の根底に電力インフラシステムというのがあって、そこが止まっちゃうと、全部止まっちゃうんですよね。だから、電力の安定供給という本当に大事だっていうことを、改めて今回、全国民が認識、はい、理解。うん 学習すべきですね。はい。台風で停電、電力の安定供給について話を聞きます、えー。関東上陸では最強クラスだった台風15号、各地に多くの被害をもたらしました。えー、千葉県では事態が収束する目ども立っていない状況です。えー、東京電力、昨日、この日中のですね、県内の停電復旧は難しいと発表しています。えー、あの今日、今日12日で、えー、全部停電復旧は難しいと。で、えー あの、携帯電話などの通信ですね、こちらを支えてきた非常用電源も切れて、市民には不安と苛立ちが募っています。うん、東京電力、おとといの夜の時点では、昨日朝までに停電個数およそ54万個から12万個にまで減らしてですね、うん、昨日中には全て復旧させるとの見通しを示し,していました、まあ。しかし、雷雨ですとか新たに見つかった不具合、まあ、予想以上に被害があの広がっていたという、こういうことで、 復旧作業が進ままなかったと言います、うん、厳しい残暑の中でエアコンが使えないという過程が非常に多くあります改めてですが千葉県の停電について藤井さんは何をお感じでしょうこれはね、えー、まずあの電柱が倒れたことが、まあ、全ての原因なわけですよ、はい、で、えー、電柱というのは台風が来たら倒れるというのはもう過去の経験でも明らかだったので、はい、これはもういち早く電,力あの電線の地中化をどん,どんどん進めていく必要があったわけですねところそれできな なんでかっていうとね、これはの、大きく分けて2つ原因があります、はいえー、1>, 1個はね、95年から始められた電力の自由可能性です、はいえーで、もう1つは原子力発電所が今、止まっているということが原因です、はいえー、まず原子力発電所が止まっていることが原因だということの理由を簡単に説明しますとね、はい、原発があ動かすことがいいかどうかまた別の議論だとして、はい、置いとくとして、えー、単なる事実として申し上げると、原発が止まっていると、 これは、あのー、コストが高くなるので、はい、内部用保金をどんどん使っていかないといけなくなると。はいえー、要するに、えー、っと、自由化の中で、こう、どん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 原発を使っていない中で、電力を供給すると、東電としては、どんどんお金が使えなくなっていくんですよね。収益性が悪いということで。そうすると、あの、投資に回すお金っていうのは必然的に縮小せざるを得なくなります。えー で、がって、その煽りを受けて、電柱が地中化できなかったという側面が1個です。はい。もう1個はね、自由化をすると、これもまた、あの、投資に回すお金がなくなって、えー、電力を安くしていかないと競争できなくなってくるというところがあります。はい、で、実際95年の時の電力自由化の前後でね、あのー、これは電力会社全体の投資金額を比較すると、電力自由化前は4.3兆円の投資をしてました。はい。電力自由化後何本になったかって言ったら、えー 1.3兆円にまで激減してるんですよ。はあ、3兆円そう減ったんですねで。95年の時の自由化ですら、こんだけの、えー、投資金額の激減がもたらされてるわけですから、えーはい、現代ではもっと激しい自由化をしてますから、うん、さらにこの大手電力会社というのは、あの投資に回す金額がなくなってるわけです、えーで。そうやって非常に厳しい経営環境の中で電力を地中化するなんていう、 その投資なななんかできなくなってる中で原発も止まってしまってますますできなくなってしまってで何が起こってるかっていうと電力会社が投資しないという状況が作られたということは電力システム自身が老朽化が止められなくなって強靭化投資が全くできなくなっているわけですあ。あの意味でこれはの原子力を止める電力を自由化するという政府の愚策によって。 まあ、その原発については他の問題もありますけど、そういう政府が意図的に行ったことによって、今回の事件がもたらされているという側面が、もうこれ明確にあるわけです。はい、これはね、ぜひね、電力に関してはね、もっと、 総合的、俯瞰的、長期的視野からね、ええ、対局的視野から電力安定供給問題は考えてもらいたいと思いますね。はい。また台風15号、太陽光発電所で火災を発生させるなど、うん、こういったことも起きました。うん、国内最大の水上メガソーラーがあります、千葉県君津市内のダム、うん、湖面に整然と敷き詰められていた大量の太陽光パネル、もう強風でバラバラにめくれ上がってしまって、うん、無残な姿。これ、うん、テレビの映像でご覧になった方も多いかと思うんですけども、 あと黒煙もね、あの激しく立ち上がった、火がついた、うん、ということなんですけれども、ね、これ、自然エネルギーの普及っていうのは難しいんですよ、えー、そもそもね、これ、去年の豪雨の時にもね、はい、太陽光パネルが特に3斜面部分でね、はいえー、大きな被害を受けたんですこれなんでかって言ったらね、もともと斜面って言ったら、何もなかったら、雨が染み込むじゃないですか。はい ところが太陽光パネルって染み込まなくてシャーッと流れるんですよ。はい。シャーッと流れると大量の水が太陽光パネルの下に、はい、こう、落ちますね。落ちるわけで,、ね、ですよ。ええ、そこが急激に脆弱化して、ガサッと全部崩れるんですよ。うん、そういうね、現象がね、こ何年か前からね、あ、こういうことなんねや。ええ、って我々 その強靭化の行政なんかやってるとね、はい、その事例をたくさん見て、これちょっと今まずいよな、ということを言ってて、今回も。まあ、あの、今回ちょっと現場僕ちょっとまだ見てないんですけど、はいえー、ま、そういう、うことが起こっている場所がたくさんあってもう全然不思議じゃないんですよね。えー、そういうことも総合的に考えるとね、もう太陽光が変いいかどうかとかっていうのはちゃんと考えな、はいえー、きませんし、折しもその太陽光っていうのはもう安定供給できないですから、えーはい、で、結局ずっと曇ってる時にも、やっぱり皆さん同じだけ電,、ね、電気を使うかもしれないとする。えー そうあってもなくても、用意せなあかん、発電量っていうのは一緒なんですよ、はい、その太陽光が動いてない時き、はい、にも電力を安定供給しないといけないので、はい、はっきり言って邪魔という側面も。 あるんですよ。蓄電ができればね。できればいいですけど、ええそれがまだ、それね、まだ、そはってないんですよね。はい。藤井さん、このインフラの大切さっていうのを感じますね。そうなんですよね。例えばね、電話だけで言うと、昔は停電になっても電話って通じたんですよ。はい。あの電話機がシンプルな機械だったんで、今も、電気がね、動かなくなってるんですよね。携帯電話なんて言わずもがなんですから、はい。そうやってね、あの、20世紀から21世紀にな なればなってですね、もう時代が進むにつれて、電気に対する依存度がどんどん高くなってきてるんですよね。だからね、もうこうやって電気が止まっちゃうとね、もうますます麻痺してしまう傾向が強くなってしまって、だから家電は当然のこと、水道、電話、で、医療、工場、交通、場合によっちゃ信号機まで止まってしまって、そうすると交通のビジネスをはじめとした、あらゆるビジネス、コンビニやスーパーも止まってしまいでかつ工場も止まらざるを得なくなって、 で、いろんなビジネスも全部止まってしまう。要するにね、あの、千葉県の経済が今止まってしまってるんですよね。余計、用衝もね、含めて。そうなんですよ。で、これで1週間仮に止まったとしたらね、前後に全く影響がなかったとしても、50分の1程度がですね、GDP、所得が下がってしまうということになりますから、だからもうそれだけで2%所得が下がってしまうと。で、それに波及効果なんかも考えると、もうこの停電1週間してしまうっていうだけで、5%程度、 賃金が下がってしまうということもあるわけですよ。えー、だから5、5%賃金が下がるって言ったらね、うん、これ消費税を5%下げられたらもん、一緒ですから、はいえー、これはね、大変なことなんですよ。えー、もう、だからこれや、やっぱりだから、電力っての安定供給が一番大事なんだっていうのをね、これね、国民の皆さんぜひ知ってもらいたいです。で,すねでね。えー、あの、関電とか東電とかの社税は、安定供給なんですよ。はいえー とね、もう戦後一貫してというかね、えー、もう戦前からね、電力会社たるものを安定供給をして社会を支えるのだという、ある種の教示というか、誇りというか、うんはい、目的意識のもとでね、えー、電力ビジネスというか、電力企業は運営されてきてたわけですけども、はいえー、最近自由化だとかね、なん、はい、だかんだと言っても発想で無理だとか言ってね、なんか金儲けしろという圧力を政府が勝手にかけるから、はい、安定供給に対する意識がね、 今、減りつつあるわけですよ。はい、で、意識が減るだけだったら、まだましかもしれませんけど、意識があっても金がないからできなくなってきつつあってですね。えーはい、だからね、もう一回政府にはぜひね、安定供給の大切さというのをしっかり認識して、それをしっかり国民にも伝えてもらいたいし、えーはい、そういうのがきちんとあればこんなことになってね、なってない可能性だって十分あったわけですよ。えー、ちゃんと投資をしてたらね。はい、だからね、もう一回日本人は、 あの、足元のインフラの大切さ、えー、電力インフラの大切さを、はい、しっかり認識してもらいたいですね。